はい、こんにちは、ショートです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやっていくんですけど、ね、構築がね、ずっと同じ、この受けループ使ってるんですけど、なんかモジャンボと抜けに入れて使ってたら、結構なんか楽しくなっちゃって、なんか愛着が湧いてきましたね。で、選出なんですけど、ゲンガー、シレーヌ、ウルガモスにハピナス、ヌメルゴも見れるか。で、ホルドとウーラオスを考えなきゃいけなくて、ウーラオス考えると、ホルドもモジャンボ欲しいか。モジャンボハピナスが軸で、アット1かな。割と抜けにいてもいい感じあるなぁ。ドヒドリが抜けにいくかエアームのどれかになると思うんだけど、どうしよっかなぁ。モジャンボハピナスで、アクーロースにケアは効いているから、ドヒドイデか、抜け人かかな。無動。無動、無動、無動。モジャンボから入って、ハピナス裏に置くの確定で、アット1。まあ、ドヒドイデかな。丸いのは。これでいきますか。ダイジェットだったり、本地のあるホルドが若干しんどいから、そこだけケアしてたけど、まあ剣舞自身タスキで剣舞自身石化ジタバタみたいなのだったらもうジャンボで多分いけるから、そこまで心配はしてないんだけど、ヌメルゴンゴン、ヌメルンゴ、さすがにスーモは引かないと。色違いじゃないからスーモじゃないけどちょっとなんかね、色違いのモジャンボを見てね、なんかスーモって思ってからもう頭から離れなくなっちゃったね。完全にコマーシャルの、住宅のコマーシャルの、スーモが。モンジー、はいはいはい。どうぞ。で、これ、足っ飛回ると結局めんどくさいか。弾。まあ、再生技はないから、トラータレンダでとりあえず、押してみていいか。で、引くなら引くで裏に、なんか入れたいね。はい、交代して、ホルドかな？はいはいはい、ホルド。これ、焼くと超美味しい。チャンスタイムだけど。よいしょ。ドドドドーン。なんも入んないけど、まあ結構ダメージを入ると。で、モジャンボ引きで、ダイジェットあるかどうかを守るでチェックしてから、ダイマックスでいいかな。まあ崩すなら相手ここ剣舞しかないけどね。ここでダイジェットだったら、まあドヒドとモジャンボでくるくるして、再生力ループで、ごまかしていけると思うけど、地震から来た。勝ってー。まあ半減で受けてるからこんなもんだね。で、ここ宿り打っとけば、ホルド突破もヌメルゴン引きもどっちも、ケアが効いてるから宿り気でいいかな。まあ、ヌメルゴンに対してはまだまだ余裕があるから、ヌメルゴン引いてきたね。はいはいはい。あ！装飾か。そういえばそんな特性あったな、こいつ。まあ、ハピ引くんだけど。ここ釣ってくるかな。だからそういう釣り効果に割と強いのが偉いな。再生力のおかげで。モンジー。これホルドにもう一回トライアタック、チャンスできたけどね。ヌメルゴンもちょっと削れるし。ハピはまだヒットモイでやばくないからトラードでいいね。ダイマックスしてやばくなったら無理やりなんか木の実とか食ってもいいし、いくらでもなんかその、調整が効くから、ヒットポイントについては。流星、釣ると思ったかな。だったら瞑想したかったけど。ああ、結構痛いね。まあ相手次引き際なんだけど、卵産んじゃっていいかな。サイクルしんどくなるのも嫌だし。ああ、いいね、いいね。麻痺引いて。まあ、卵海かな。ホルドに本当はもう一回トラータ入れたい感じもあるっちゃあるけど。ああ、ゲンガーなんだ。これがやばい方だとヌメルゴンがちょっと困ることになるけど。いや、でもこれ勝ってよ、さすがに。トラータしかねえと思ってるだろう。シャドーバンだ、こっちはよ。道連れだけ、
あー、はいはいはい。こだわらせてくる感じかな。スカーフ。あー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 あああ。まあ、一回ドヒド引きかな。これ、シャドボでこだわらせて、ホルド引きっていう動きと、ゲンガー突破どっちも一応ケアが効くから。匠。ちょっとまずい？ちょっとまずい感じになってる、これ。トリック、匠。まあでも、ハピかな。ここ、ゴースト技打ちたいでしょ。気合玉あんのかな？それ次第だな。正直。シャドボー。まあ、シャドボで落とすか。ここでホールド引き、あー、なるほどね。はいはいはい。まあ、ここトラウタは打てないわ、それは。ダイマックス切ると、これ食らった時にやばいから、ダイマックスっていう話もなくて。まあ、モジャンボ出しでいいか。だ、結局、そう、なんかどんなにこっちのコード読んできても、こっちを崩して、ぶっ飛ばせない以上、負けないんだよな、こっちが。ダイマー、ダイジェットかな。まあ、ドヒド最悪捨ててもいいから、無理やり、ダイマックスからしちゃいたいね。むしろ、剣舞されなかった方が楽か。されなかったおかげで。割と楽だけど。なんかあれだよね。受けループの、こういう試合が本当は受けループで一番、合わすか。いい試合っていうかさ、なんか、受けループのその良さが出てる試合なんだけど、見どころがない試合になりがちなんだよね。だってまあまあしょうがないんだけど、見どころなくかつ、なんか、読みとかを一切決めずに、なんか当たり前の行動を続けて、まあ安定行動って言われるんだけど、当たり前の行動を続けて勝つのが、受けループの良さだからね。宿り木刺すか迷うなぁ。宿り木刺してぇなぁ。ジェットどんぐらい入るかなぁ。まあ食らってみてからでいいか。あー、ジェットないね。ダイアタック。どんぐらい入る？弾じゃないし、そこまで。あ、結構強いか。やべ。チョコ当ててくんないと。あー、OK。えらい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 。超えらい。まあ、相手もダイマ切ってきたから、こっちもこれでダイマ切っていいかな、割と。で、裏2体、こっちの、ハピで見れてるから、ここさえダイマックスで無理やり何とかしちゃえば、まあ、問題ないかな、割と。ウォールから入るか、いきなり草原打つかだけど。いきなり草原でいいか。ホルドと1-1でもいいよ。まあ、ダイマ切れれば別にドヒドの熱湯で倒せなくもないし、宿り気もあるしね。割と余裕あると思ってるけど。でけえ。スーモがでけえ。ジェットなかっただけでこんな、ジェットだったら死んでた？もしかして。ギリギリぐらいかな。100入るから、150ぐらい。150もいかないぐらいかな。まあ割と余裕あると思ってるけど。130、まあ耐えてたんじゃない？意外と入んない。あー、アース積んでるからか。まあまあしゃあないか。ホルドも回復しちゃうね。ただ、フィールド、残飯、宿り木でめっちゃ回復すんなぁ、モジャンボ。まあ、こっから宿り木で待ってれば削れてってくれるから、割と、そんなに困ってないけどね。ねえ、これ、どっちも相手一応引きがあるから、どっち引いてきても棟梁にアーク打つか。でいいかな。うん、引いたね。まあ、畑よりアークだから弱いんだけど。ヌメルゴンゴン。あー、結構入るじゃん。
ホルドノーマルタイプもあるのは結構強いな。それがいいとこだね。ただダイジェットは結局飛び跳ねるだから、ダイマックス頑張って枯らせばあれか、割と余裕みたいな話はあるか。ハピ即引きかな。どうしようかな。トラータ打つかシャドボ打つかだけど、どっちの方が出されてきついかな。ホルードの方が嫌だか。ゲンガだったらドヒド引いて、たくまれてもハピ引き直してで、まだなんとかなるから、トラータ押しとくべきかな。ここはうん、弾ダメージ相手軽減してるけど、トラータでどっち引いてきても構わないよ。このなんか精神的優位感がね、たまらん。相手はさ、どっちかな、シャドボかな、トラータかな、どっち引こうかなってめっちゃ悩んでるのにさ、こっちだけさ、なんかさ、もういいけど、みたいな。どっち引いてきても構わないよ、みたいな。そういうノリでいられるのは素晴らしい。俺どっち引くんだよ。考えてっけどよ。サイコロでも振っとけ？考えずに。その方がまだいい結果になると思うぞ。あ、突っ張ってきたんだ。これでじゃあゲンガー出しかな。ただこの後のゲンガーは意外とまずくて、ただここでホルードを無償で置きに来られるよりはゲンガーの方がよっぽどまだいいんだよね。ホルードの方がかなりまずい。え、ホルード来んの？マジで言ってる？ジャジャンボに引くけど。ホルードと、なるほどね。この対面を作りたかったのか。ホルードで釣ってゲンガー引きと、これ合わせてってことか。まあまあまあ、全然構わないけどね。たくんでくんのかな。くるくるしてる分にはこっちはヒットポイント勝手に回復していくから割と困ってはいないけど、ドヒド引くか。何をしてくるかだけどね。ヘドウェイ安い方来たな。これ相手引けないじゃん。ハピ、まあ、ハピ引きだったらまだギリ相手タクだったからね。続きがあったけど。これでこっちネット安定だから、相手視点結構苦しいけど。タクミ。焼かないかなぁ。あ、オッケーオッケー。都合いい。クソ都合いいなぁ。で、まあ、ネット連打がいいかな。木の実食われちゃうけど。ゲンガーも別に限りがあるわけだし。そんな困んない。まあ、あとドヒドのトーチカとモジャンボトーチカあるから。ヘドロ取りに来た。てめえ自分だけ木の実食ってさ、ふざけんなよ。ずるすぎだろ。ヘドロだけ取って毎ターンちょびちょび回復しようみたいな。厚かましいな。ただこれ、このネットで相手、普通にしんどいだけだと思うけどね。ヘドウェイ。ハピ読みかな？どっちみち別にハピ引いてたとしても、大して食らわない話あるけど。これで倒せない？ああ、オッケーオッケーオッケー。呪われちゃったね。呪われちゃった。ていて、大丈夫だよね、さすがに。ホルディング。だ毒ないから、もうじゃあもう引くしかないか。
まあ、殴ってくるなら再生力考えて受かんないんだったらなんか裏捨てながら、なんやかんややって勝ちでしょ。自信負けねえわ、じゃあ。絶対負けねえ。これ素晴らしいな、マジ。見どころないんだけど。見どころないんだけど、本当に素晴らしい。この勝ち方が。理想的すぎる。ジタバタ、どんぐらい入る？そんなもんか。硬えな、モジャンボ。オッケー。見どころなかったけど。どうすんの、これ。動画にすんの。まあ、ちょっと動画になってたら、お疲れ。じゃあ。